北斗の湯。このコーナーは昭和33年創業、昔ながらの本格的な札幌ラーメンの味、ラーメン専門3代目月見軒、北斗商店街振興組合ラジオ放送事務局の提供でお送りいたします。夕日に染まるのれんを今日も人々がくぐってゆく。ここは北斗商店街。札幌は北郷通りを中心に月寒川と厚別川に挟まれたこの通りには多くの店が軒を連ね、 JR 平和駅を有する人情商店街。そのちょうど真ん中にあるのがここ北斗の湯。昭和の雰囲気が残るこの銭湯は一日の汗と疲れを癒しに、街の仲間たちで大いににぎわっている。番台にはこの街を愛してやまない翔ちゃんが、みんなが来るのを待っています。出演、この街の若夫婦、神宮寺新とその妻、いくみ。北斗の湯番台、翔ちゃんこと古田正宏。さあ、今日も一風呂浴びますか。ああ、いい湯だった。いやー、今日も、なんかいい湯でよかったわ。おい、上がったか？上がったよ。今行くわ。おうおう。いやいやいや、どうもどうも翔ちゃん。あ、神宮さんいつもありがとうございます。いや今年もね、もう、早くも終わっちゃいますよね。年末年始とか準備どうですか？忘年会とかもやられました？いや、あのね、ぼちぼちね、やってきたんだけどね、はい、まだちょっと続くかな。あー、まだね。でもさ、あれ、せっかくさ今年、ほれ、ここに引っ越してきたからさ、はいはい、うちのやつともさ、北斗商店街で忘年会やりたいねって言ってるんだけど、いいでしょ、本当ね、ここたくさんお店あるからさ、迷っちゃうんだよね。でこのお店も、このほら商店街、もうすごくもう好きになっちゃってるからさ。あ、よかった。翔ちゃんのほれ、ここでね、いろんな商店街のほれ、商店街お店の方ね、紹介してくれてさ、もう本当ね、顔なじみになってどうもありがとうね。いや本当そうやって言っていただけて本当良かったですね。いや僕もね、今年ここにねずっといながらね、まあ、ずっとその前からいるけどね、また新たにねこうやって神宮寺さんにね話してて、ね、また新たなね、北斗新発見というかね、再発見という感じのね、まあ、そういう楽しい年でしたね、今年は。よかった、あれ、何ちょっと二人で盛り上がってんじゃないの？そうそうそう、ちょっと私も入れてよ。いや今年本当ね、楽しかったよね。楽しかった、いい一年だった。いやね、北斗商店街の100円均一行ったり、でも私ね、ちょっと北金剛どうしても行きたかったんだけど、まあ、合コンなんだっつってんだって。来年は絶対にリベンジするから。いやいや、まあ本当もイベント好きだな、いやだって翔ちゃん次のちょっとイベントとかってまだ決まってないの？あ、次のですか？うん、いやあのね、いや次 の, あのイベントじゃあもう紹介しちゃいますよ。いいですか？じゃあちゃんと聞いてくださいね、あのね、次ね、あのアイスキャンドルあるんだよ。アイスキャンドル、まあ雪明かりの街と題してね、1月31日だね、もう年明けてですね、1月31日に開催して、これもう7回目なんですけどね、今年で、で、北十三条通り、まあ、北郷通りにねアイスキャンドルがねずらーっとね、あの歩道のところに並んで、ね、なんとも幻想的なね、夜になる1月31日でね、あの平和駅のところからずっと十三条通りに向かってあるから、あの JR 降りてね、平和駅 JR 駅ね降りて、もうちょっと散歩しながらね、ちょっとその幻想的な雰囲気、あの楽しんでもらいたいなっていう、そういうイベントがあります。はい、それいいね翔ちゃん。いや冬だからどうしてもちょっとランニング私できなくて、だけどその時期ちょっとアイスキャンドルランとかしちゃおうかな、そしたら。いや、いいですね。あとね、あ、じゃあそう、あ、いくみさんね好きだからね、ランニングね、
ちょっと耳寄りな情報だけど、うん、平和駅のとこ人道橋ってあるでしょ、ね、線路の上ね、行ったことない、うん、あれね意外とねちょっと行ってもらうと300メートルもね長くて、うん、であれ実は、ね、市道なんですよ、あれ JR のものと思いきや札幌市道なんですよね、うんうん、であそこアーケードっていうか屋根もあるからね、うん、でこっちの、ね、北郷と平和通りをね結ぶあの人道橋ですね、うん、ちょっとランニングコースどうですか、新しいランニングコースとして、あ、これいいこと聞いちゃった、そしてもう明日から、まあ、なんならこの後でも走っちゃおうかなっていうぐらいの勢いでね、うん、いいよ本当、まだまだね知らないことが多いな北斗地区ね、うん、うん、そうか、平和駅っていうのはあれなんだ、じゃあ北と南を結ぶんだ、そうそうそう、ね、人と町と人を紡ぐ平和駅、うん、まさに、うん、いいしょ、いやこれならさ、線路渡るから向こうで飲んで帰ってもほら歩いて帰ってこれるから、あそう、ね、あそうだ ね、 いいね、人道橋通ってね、いいしょ、うん、ね、いいね、いやでもさ俺ほれ、飲んだ後ってさ、うん、いつも締めはさラーメンって決めてる、あわかる、あいいっすね、ラーメンいいしょ、うん、美味しいでしょ、うん、でもほらここにさ、北斗にはさラーメン専門3代目月見健さんってさ、うん、素敵なお店構えのラーメン屋さんあるでしょ、うん、これね、うん、気になってるんだけどさ、ずっと気になってるんだけどさ、俺そんななんかおしゃれな人じゃないからさ一人で行くのがちょっとねドキドキしちゃってんだよね、私も一人で行ったけど、この間この間あなたなんかモジモジしてる間私行ったよ一人で、お前は本当度胸あるやつだな、そうかな本当度胸あるやつだな、うん、いやでもね本当に行列とかで入れない時もあったんだからね、翔ちゃんね、本当ね、あの北斗商店街の100円記事の時だって、そうそうそう、月見軒さん開店前からもう行列でね、あの時すごかったよね、あのね、まあ郁美さんとね僕一緒に行かせてもらったんだけどね、もう本当すごい行列、うん、でね、でお持ち帰りのラーメンね、あの100円均一でやってたんだけども、うん、2分で完売したっていうね、うん、もうカップラーメンできる前にね、うん、完売しちゃったっていうか、もうすごいですよね、翔ちゃんうまいこと言うよ ね、 ねマジで、いやマジで、うん、でね、うん、これね実は今日とんとたまたまなんだけど、うん、北斗の言うね、うん、月見軒さんの店長片山さんがね来ているんですよ、え入りに来てます今日、あらあら翔ちゃんちょっとあのしたら俺紹介して、俺行きやすくなるか入りやすくなるか、ああ、あの方ですよ、あのすみません、片山さんちょっとこっち来てもらえますか、はい、どうもこんばんは、あらあーこんばんは、片山です、よろしくお願いします、いや片山さんずっと気になってたんですよ僕、もう行きたくて行きたくてね、神宮寺です、はい、どうも初めまして、よろしくお願いします、あのここにね、あの、はい、ちょっと前に引っ越してきたばっかりなんですけどね、はい、あのずっと気になってたんです、ここが、はい、お店がね、ありがとうございます、ここにあの北斗商店街のお店を構えてからは長いんですか、そうですね、まあオープン自体はですね、うん、昨年の6月オープンなんですよ、はいはい、まあ綺麗な建物でまだ、内装とかもいい感じで、綺麗ですよ、素敵だよね、素敵、それにしてもやっぱこう月見軒っていうお名前がね、お店のお名前がすごく素敵だなと思って、はい、あのお店の外観もなんとなくなんですけど、こうイメージが月のこう幻想的なイメージしているような感じで、お店の名前の由来って何かこうあるんですか、まあ、由来っていうのはやっぱりあの初代、まあ、3代目の前の初代ですね、うんうん、一番最初の人がつけたんですけれども、うんうん、まあ、その頃、アポロとかが頻繁に、ね、あのロケットとかで飛んでる頃で、月に、そうですね、いつかそのロケットが、うん、あの飛んで人が月へ行く時代が来るだろうと夢に期待を膨らませてつけたのが月見軒、素敵、そういうところが取ったみたいですね、名前素敵な名前だよね、うんうんうん、ありがとうございます、片山さんはもう最初からそのラーメン屋さんをこう営んでたわけなんですか、いやそういうわけじゃないんですけれども、はいはいはい、やっぱりちっちゃい時からですね、うん、あの親が喫茶店をやってたりとか、あと、まあ、親戚が、まあ、レストランだとか、うん、蕎麦屋だとかラーメン屋だとか、うん、そういうのをちょっとやってまして、うんうん、お手伝いをしているうちにあの食べ物を作るのがちょっと面白くなってきたんですね、うんうんうん、そういう形で、まあ、始めたような形、でもこう飲食って言ってもたくさんこうある中で、なぜ片山さんはその中でもラーメンを選んだんですか、そうですね、うん、やっぱりラーメンっていうのはですね、
形、ラーメンっていう形は決まってますよね、うんうん、ですけどあの作る人だとか、まあ、考え方とか地域、うん、場所とかによってできるものが全然違いますよね、うんうん、そんな中でその、まあ、いろいろこうパズルを作るような形でも作れるとか、うん、その出汁の取り方とか一つでも全然違う味のものができると、やっぱそういうところに面白さを感じて、うん、そうですね、うん、ちょっとハマっていったかなっていう感じですね、うん、はい、なるほどな、うん、でもその中でもその片山さんのこだわりみたいのってあったりします？こだわりですか、うん、そうですね、こだわりっていうのはですね、まあ、基本的にはその、うん、形、こだわりって形じゃないんですけれども、うん、北海道のラーメンということなので、うん、やはりその、うん、主となる、素材とか、うん、鶏ガラとかやっぱ北海道産のものを使っていたりだとか、はい、でやっぱり月見軒っていうのは、うん、もう味が決まってるんですね、味噌、塩、醤油と、うん、決まっているので、うん、その、まあ、こだわりっていう部分としては、うんうん、その自分の色を出さないだとか、味を変えないっていう、そうですね、はい、そういうところはもう守るっていう感じですかね、はい、頑張ってそうですね、あ、うんうんうん、面白いね、やってますね、でもこれそのもの作りの人だからさ、うん、ある意味ね、あなたもそうだもんね、僕もそうだけどさ、うん、やっぱりどうしてもこの自分のこの味とか、うん、こうなんかこう色みたいのもちょっと出したいなって思う瞬間とかってそういう時ってないですか、うん、そういう時どうしてたりしても、やっぱりね、ありますよね、うん、毎日同じラーメンですし、うんうんうん、まあ、そういう場合はやっぱりその自分の家でまあ、常に新しいものだとか、そういうものにアンテナを張ってる方だと思うんですけど、もうそんな中でその流行りものだとかこうチャレンジしてみたりだとか、家でそういうものをやってみたり、それで作ったラーメンを知り合いに振る舞ってみたりだとか、あ、まあ、そういうところでですね、まあ、発散をするっていうか、あ、そうか、そうだよね、そうなんだ、あとサイドメニュー、そのサイドメニューとかのそのレシピとかにフィードバックしたりだとか、うん、そうか、そこはそこだったらいけますもんね、なるほど、いやね、僕もこうバンダイやってるんだけどね、ちょっとこれ言ってないけど、実はね天ぷら屋さんもね、うん、これまた詳しく今度話すけども、うんうん、やってて、うん、でまあ、同じ飲食店としてねやってるものとして聞きたいこと、やっぱりその修行の部分ですよね、うんうん、まあ、片山さんの場合は決められた味に、うん、まあ、到達するまで、まあ、そこまでにどんな修行があってね、でどういう思いでそこに向かっていったかってちょっと聞いてみたかったんですよね。そうですね、うん、まあ、やっぱり入ったばっかりの時はまあできる人がたくさんいる形になりますよね、うん、で、まあ、うんうん、皿洗いだとか掃除だとかそういうのから始めます、うんうん、でもやっぱり見てて男としてやっぱり早く役に立ちたいとか、うんうんうん、まあ、いる人よりも負けたくないとか、うんうん、やっぱりそういうふうに思いまして、うんうん、で、壊れたフライパンいただいて、それで帰りに仕事帰りに、まあ、公園行って砂入れて振ったりとか、あと麺を揚げるっていうのがちょっと難しくて、うんうん、そのザルを持ってってですね、うん、湯切りの練習をタオルでやってみたりとか、そういう形はしましたね、そういうのは、はい、かっこいいな、ね、片山さん、聞いたか、お前きっと筋肉とかすごそう、じゃあ結構こうね、腕のとかね、物語ってるもんね、うん、ギュ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 っていう感じのやつがさ、うんうんね、だからか、いや、 やっぱりね、うんうん、そういう努力家なんじゃないとねやっていけないっていう思うんですけど、うん、やっぱりね僕ちょっと見ちゃったのが ね、うん、ね、片山さんね、お店ね9時でね終わった後もね、うん、明かりついてるんですよ、ね、やっぱりお店中で、うん、だからもう時には、まあ、ちょっとね夜中の2時ぐらいちょっと通りかかった時とかもねおーおーついてたから、うん、すっごい気になってて、やっぱり何かしてるんですよね、それ何してるんですか。そうですね、基本的には反省してます、反省、反省、お客さんに言ったギャグがどうして今日受けなかったかそんなことですか。そっか2時まで夜中のなんですけれども、 やっぱりまあ、それで上手ですけど、ポップを作ったりとか、あ、まあ、サイドメニューとか、うん、そういうのを研究したりとか、まあ、その時によっていろいろ、いや、そうだったんか、はい、いや、片山さん、今までも働いてらっしゃる中でなんかこう、印象的なエピソードとかってあったりしますか。あ、そうですね、まあ、うん、エピソードはいっ
ぱいあります、いろいろありますね、うんうん、最近ではね面白かった話としては、あの一緒に働いてる人がいるんですよね、メガネをかけたおじさんで吉田っていう職人なんですけど、その日あの2人でやっぱラーメン好きな人が多いですよね、うんうん、働いてる人、うんうん、で2人で、ね、夢中になってたんですよね、ラーメンの話で、うんうん、それでお客さんがその間に入ってきたんですよ、うんうん、その中で、あの僕が元気よくいらっしゃいませと言ったところ、うん、その吉田っていうおじさん、今度ちょっと見に行ってみて、はい、おじさんが突然、うん、僕がいらっしゃいませと言った途端に、うんうん、ラーメンとお客さんに向かって大きい声びっくりしちゃって、みたいなラーメンみたいな、まあ、そんなこともあったりしますね、あまりに集中しすぎてて、入り込みすぎてのそうか、ラーメンって言うと気持ちは上がりますね、そんなこともありますね、うんうんうん、いろいろとねますよね、いやいや、でもね、うん、熱いお話聞いてたらさ、うん、それこそやっぱり片山さんの作るラーメンをさ、うん、食べたくなるってもんでしょ、うん、なる、これさ、やっぱりさ、どんな味なのかってすごい気になるんだけどさ、うんうん、片山さん、ちょっとその月見軒さんのラーメンの味の特徴みたいのってこう教えていただけます、うんはい、そうですね、うん、まあ、定番で味噌、塩、醤油とあるんですけれども、はい、味噌はですね、赤味噌、白味噌をブレンドして野菜、うん、果物など30種類程度加え、うん、で、うん、あの深いコクと旨味を与えた感じになります、うんうん、塩は粗塩を使用してますね、うん、でスープの本来の旨味でこう奥深い深い味わいに仕上げている、うんうんうん、で醤油は特製の醤油だれ、うん、の煮汁を醤油だれの元に使ってますね、うん、そうですね、このタレは昔から の, その香辛料とかをあの加えて時間をかけて作り上げたものとなってますね、うん、そういう感じです、うん、もうよだれがもう効いてるだけで食べたくなっちゃうね、うん、全部、いやー、しょうちゃんはねチャーシュー好きだからやっぱ醤油かな、うん、チャーシューくんは醤油好きなんだね、醤油好きなんですよチャーシューくんは、ね、チャーシューくん、うん、そうでね、あの、まあ、ちょ、あ、そうだ、醤油で思い出したけど、うん、噂にちょっと聞いたんだけど、あの月見軒さんのラーメンをモデルにしたラーメンがなんかあるとかっていう、ちょっとなんか耳にしたんですけど、うそうですね、とあるあの有名なメーカーの製作者の方が、うん、あのとっても醤油ラーメンを気に入っていただいて、うん、で何度もあの研究を重ねて商品化したっていうカップラーメンがあります、ね、うん、あ、本当だったんだ、これはあえてその商品名メーカーは言いませんが、うん、昔からあるベストセラーのカップラーメンなんですね、これちょっと面白いんじゃない、カップラーメンね買うときにもこれはね、月見軒さんの味を探せみたいな感じで、だからみんな行ってね、まず月見軒さんのラーメン食べて、ね、そうだわ、うん、それ楽しいかも、また、ね、新たな楽しみが、いやいや本当さ、うん、食べたくなってきたからさ、うん、これね、だけどその片山さんの味っていうのはその北海道でしかこう出会えないものなんですか、今ですね東京の方にも店はあるんですよ、じゃあ皆さん食べれる、江東区新砂の3丁目にあのショッピングセンター砂もというのがあるんですけれども、そこの4階の方にあの今店を構えてます、ね、はい、あとちなみにあと北海道物産展とかにも出店をしているので、正月明けにすぐに物産展が始まりますね、始まりますね、で1月8日から浦和の方ですね、うん、6日間、うん、あと府中の方で伊勢丹で15日、1月15日から6日間、うん、あと千葉三越から、あ、三越の方で1月22日から6日間、うん、っていう感じで続いていきます、うん、4月までちょっとこういう感じで入ってます、あ、そうか、じゃあ関東でも、うん、あの月見軒さんの味が味わえるっていうことなんですね、うんうん、でも同じラーメンを作って売るにもその内地でっていう風になったらこう地域で味の味覚の違いみたいのあると思うんですけど、その辺って どういう風にされてたりします？そうですね、まあ、一番困ったのがやっぱ沖縄行った時ですね、醤油食べた現地のお客様が塩辛い、うんうん、あ、しょっぱいこと塩辛いって言うんですよね、向こうの方は、うんうんうん、それであの現地のスタッフ、まあ、向こうであの用意してくれるんですよ、デパートの方で、うんうん、その人たちに食べていただいてちょっと調整をしたところ、うんうん、こっちであの使ってる醤油だれありますよね、うんうん、の量が半分で向こうの人はちょうどいいと、うわ、そんな違うんですか、はい、そうなんですね、それで、あ、まあ、すごく迷ったんですね、うん、その変えることを、そうですね、うんうん、変える、うんうん、変えて出すべきなのか、そのまま月見軒だと言って出すのかと、うん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 、
週の量を減らすべきかね、やっぱりかなり迷ったんですね。でそのもう一人の職員の方はね、月見、まあ僕がやっぱり決心をしてね、醤油の量を減らすことを決めた。あ、そうなんですね。そしたら味は月見軒さんの味なんだけども変化をして出したっていうことなんですね。もうあれだね、あの月見軒さんのラーメン食べに行きたくなっちゃったからさ、どうだろう翔ちゃん、これから紹介してもらって一緒に、そうですね、また僕この店閉めてね、ちょっと行きますわ一緒に僕のラーメン食いたくなっちゃった、ちょっとそうだよね、あの片山さん、あの住所、詳しくちょっと教えてもらえますか。そうですね、白石区北郷の30、12丁目7の34になりますね。はい、片山さん、あそこの前ほら駐車場もいっぱいあるからさ、ね、車で行ってもじゃあ大丈夫大丈夫っていう、あれだな、じゃあ今日はあの3人で味噌塩醤油で3つ頼んで、あ、いいですね、味食べ比べてさ、試してみよう、全部食べたい、楽しんでみよう、何食べようかな、こないだ味噌食べたからな、今日醤油にしようかな、そしたらさあどうしようかな、そしたらまあ行きますか、じゃあ、はい、じゃあ今日もありがとうございました。片山さんとも、じゃあ今から行きます。今夜もまた北斗の夜は人情で溢れていくのであった。北斗の湯、このコーナーは昭和33年創業、昔ながらの本格的な札幌ラーメンの味、ラーメン専門3代目月見軒、北斗商店街振興組合ラジオ放送事務局の提供でお送りいたしました。